ムスタファ3世は、オスマン帝国の第26代皇帝。父は、第23代皇帝アフメト3世。母は、フランス人。アブデュルハミト1世の2位。子に、セリム3世。ムスタファは、アフメト3世とミフリシャフスルタンとの間に1717 17年に、生まれた。ムスタファには、スレーマンという同母兄がおり1720年には、兄のスレーマンと、 イボ兄弟のメフメトとバヤジトラと共に活礼を受けた。この時の活礼式は9月18日から10月2日までの15日続いており、豪華さが際立っていて、諸外国から施設を招いたり、帝国のあらゆる場所からギルドが来て、各地から食料などを集めた。昼はギルドの行列や曲芸などが行われ、夜は縁石と花火が続き、膨大な富が消費された。 ギルドの人数は1,109人に上り、それぞれグループを作り、そこで、アズマヤを作って更新した。花火は、毎日のように続き、食大型花火、噴水を真似た花火、回転花火などが模様された。1730年の父の囲に伴い、寒冷に従い兄弟たちと共に、トップカップ宮殿の奥深くに27年間を、遊陛下で過ごした。 1756年に兄のシェフザーデ・メフメトが不慮の死を遂げるとムスタファは事実上の皇太子となった。ただし、メフメトの死因には諸説あり、一説にはオスマン三世による毒殺とも言われる。1757年にいとこのオスマン三世が死しなく崩御したため皇帝に即位した。即位後は水道や橋、大規模な穀物倉庫を作るなどした。 また、ムスタファ3世は頻繁に旅行をしており、法律がしっかり施行されているかどうかを確認したという。勢力的かつ解明的な工程であり、西欧列強に比べて時代遅れであることが明らかになったオスマン帝国の軍隊や国家制度の近代化を進めようとした。しかしその試みは、旧権力層であるイエニチェルやイマームの強い抵抗を受けた。 フランスの協力によって、数学や公開術、自然科学のアカデミーを設立。ムスタファ3世はオーストリアに対抗すべく、プロイセンのフリードリヒ大王と同盟することを考えた。1761年にプロイセンと国交を結び、軍隊を再編すべく、ベルリンの将校を採用するなどした。1763年に、両国は外交官を交換した。 ヨーロッパ列強に比べて、自国の軍事的劣弱を正確に認識していたため、戦争を控えていた。1757年から1763年まで、大宰相を務めていたコジャラグプパシャはなるべく戦争が起きないように心がけていたが1763年に死去した。公認のデブキー・ハムザ・ハミト・パシャもすぐに大宰相を解任されたため、巨世バヒルム・スタファパシャが就任した。 1765年にムスタファ・パシャの汚職が発覚した。ムスタファ・パシャは言い訳を続けていたため、大宰相を解任され後に処刑された。一説には、兄のシェフザーデ・メフメトが殺害された時の大宰相で、その殺害に関与していたため処刑されたとも言われる。その後任のムフシンザーデ・メフメト・パシャも、対外優和に勤めていたが1768年に、 ポーランドで内乱が発生し、ロシア軍のコサック機兵が逃げる、ポーランド人を追って、オスマン帝国領内に侵入したため、ロシア帝国に対し戦線を布告せざるを得なくなった。しかし戦争は、ムスタファ3世の恐れた通り、敗戦続きで、1769年にロシアは、モルドバへと侵攻、ヤッシーを占領された。同年、ロシアは、コーカソスへと侵攻した。 ただしこちらは1772年までにロシア軍は撤退している。地中海ではロシア海軍がバルト海を経由してペロポネソス半島を占領し、その地でオスマン川への反乱を起こさせた。1771年にロシア海軍が撤退するとペロポネソス半島の反乱は自圧された。エジプトやシリアでも反乱が起きており、反乱は次々に拡大していった。 オスマン側は、この混乱を収めるべく1769年に、大宰相に、アルバニア人のイバズザーでハリル・パシャを、1771年に、シラフダルメフメトパシャを任命した。しかし戦争は、絶望的な状況で、1774年に、ムスタファ三世は病により放御した。弟のアブデュルハミと一世が後を継いだ。妻息子、ありがとうございます。